はい、皆さんどうもこんにちは。治療院経営カウンセラーの野間健一です。ね、今回はですね、こちらですね、治療院経営サポートパートナーの2014年9月度の動画セミナーの内容についてですね、ちょっとご紹介をしていこうかなというふうに思ってます。ね、で、まあ、僕もそうですけども、まあね、僕たち、まあ、治療科の中でもですね、特にまあ、中小零細治療院ですね、まあ、小さかったりとか、本当にもうできたばっかりとかですね、あと後発の治療院ですね、そういった治療院がですね、まあ、今後、まあ、5年から10年こう生き残っていくためにはですね、まあ、いわゆる、まあ、競争優位性、他の治療院と競争したときに、まあ、他の治療院よりもここの部分は有利なんですよ、ここの部分は勝ってますよみたいな部分が、まあ、とても重要になっていくわけですよね。で、その競争優位性っていうものは、まあ、どういうふうに考えていってどうやって見つけていけばいいのか、ね、これって非常に重要で、それを持ってるか持ってないかで、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、5年から10年その治療院が生き残っていけるかどうかっていうことは決まっていきます、ね、ですので今回のね、この9月の動画セミナーの中ではですね、そういった部分ですね、競争優位性をどうやって見つけていけばいいのか、どういうものなのかみたいなことをお話しさせていただいて、その中で、まあ、皆さん自身の治療院が特徴ある戦略を取るためには、ね、他の治療院が真似できないような、いわゆる、まあ、参入障壁になるような特徴ある戦略を、まあ、ゲットするためには、じゃあどうしていけばいいのか、どんなふうに考えていけばいいのかということですね。その部分を、まあ、具体的にお話ししてます、ね、ですので、まあ、ぜひね、これから皆さん自身の治療院もっともっと大きくしていきたい、もしくは開業したばっかりでこれから本当に生き残っていけるかどうか不安という方はですね、ここでお話する内容をぜひ学んでいただいてですね、それを活用していただくことによってですね、まあ、中長期にわたって、生き残ることができる治療になることができますから、ぜひ活用してみてください、ね、ということで、まあね、動画セミナーの中でその辺をお話してますから、そちらの方でね、皆さんとお会いできることを楽しみにします。よろしくお願いします。